入りになった人だかりが大変な人ばかりがあって、これそうですそうですなんて ね全然関係ない人みんな持ってっちゃうんですよ。それで、ね、おいどうするわこれ、あこれ足りねえよって、これじゃ足りない、いやじゃあ一人で持って2つ作っちゃおうって。それで川にあの下から上がったり下がったりすると死体がまだ何日も経ってんのに浮いてくるやつがあったり、それで河原で水が来ないところでですね、その死体を並べてですね干さないとね火がつかない、火がつかないっていうよりもね、石油やなんかがもう舞台でも貴重品なんですよ。だからそんなことに使われちゃ困るわけなんだまだ戦争中ですからね。それでもなければ全然盛りませんし、その穴を掘って、最初は穴を掘って穴の上に木を立てかけて、その上へまた地帯を乗せて、またこの上へこう積んで、だいたい2段式でしたね。下に火を持って、それで上からその石油を垂らして火をつけるわけですけども、毎日何十体ぐらいやりましたかね、全部で100体ぐらいはやったと思うんですね。ところがそのね、死体を集めることには誰でもやるんですよ。もう首がない人間でも何でもなくなっちゃう、平気の兵座になっちゃうんですけども、ただそのもこの死体を焼くことはね、匂いがついちゃうんですからないね、みんな嫌がるの、兵隊でもみんな嫌がる。それでも、交代でやってもらって、で、燃した人間の骨をどうするかっていう問題がその次起きるわけですよね。で、いろいろ考えてですね、その骨をですね袋に入れて並べようってことになったんです。骨を焼いたところで骨を拾って、終わったところで骨を拾って、でそれをどうするかっていうとね、呉服屋でしょ、呉服屋にねショーウィンドウがあった。もちろんガラスなんかみんな割れてるけど、格好はショーウィンドウの格好なんですよ。でそこの向こう側の壁へですね、鋲があるんですね。あの鋲を持ってきてね、そこへこう、名前は分かってるのはそこの、 あの袋の表名前を書いて、分かんないやつは何歳ぐらいとかと壁って言ってですね、毎日あれ20もっとやったかな、20か30ぐらい並べる。朝はね、それからその西側の方の人、つまり東京側じゃなくて下関側の方から来る人ですね、そっち側が来る人は唯一の橋が、その我々が行ったところの橋が唯一なんですよ。でそこへみんな入ってくるわけですよ。でその我々の並べてる呉服屋の前をみんな通って行かないと街の中入れないんですよ。だから必ずこっちから来た人はうちの我々がおったその店の前を通るんですよ。でそのショーウィンドウ、朝来る時は誰も見てきませんよ。帰りになった人だかりが大変な人ばかりがあって、これそうですそうですなんてね、全然関係ない人みんな持ってっちゃうんですよ。それで、ね、おいどうするわこれ、あこれ足りねえよって、これじゃ足りない、いやじゃあ一人で持って2つ作っちゃおうって。それで、ね、大変もう今でもこの良心的にとがめんですけどもね、その袋はたくさんあるから、一人死体の一人の人にの骨の、あのこんな入る方のね、指の骨でも何でも腕の骨でも大した分量じゃないですよ。そんな大きなものは入れませんからね。でそれを一人で持って2つ、多い時だと3つぐらいつけてね、もう夕方になるとすごいみんな人が通ってきて、街の中へ行って探して、自分の家を探したのに何にも見つかんないで帰ってくる人はいるでしょう。そういう人が我々のところに行って、あこれがそうですってね、そうですなんて嘘なんだよ、それはたちまちなくなっちゃう。このお名前が分かる方もあったんですか。はお名前が分かる方、あ分かる人はもう書いてあるんです。ここへほらみんなつけてたでしょ、あの縦に字を書いて、ここへみんな3つ
だから、ところがね、人のやつを着てるのがいるんだな。私はこれ、この名前は私ですよなんていうのが出てきちゃったって、平場山に謝ったりして、そういうこともありました。さっきおっしゃったんですけど、あの遺体を乾かすんですか？いやいやいや。燃やすために。あ、最初は乾かす。そうしないとなかなかもう時間がかかってしょうがないんですよ。一日に何十体も燃やすっていうことはできないわけですよ。並べて燃やすんですけどね。乾かして、川田で乾かして、この真夏ですから、あれなんですよね、人間の体がしてて、棒が2本立ってると思ったら、こう棒じゃなくて人間の足だったりしてね、そういう、泥の、なんていうんですかね、人がみんなほら、川の中にジャブジャブ入ってきてるから、泥の中に倒れちゃって、行方が分かんなくなっちゃった人なんていうのはいるわけですよ。そういうのを、ね、引っ張り出してきて、それでこの体にずっと並べて、それでうまく2日前に干したやつはうまい具合にもう水分がなくなったようなやつをそれで先に焼くわけですよね。だから最後まで焼けなかったのもいたんじゃないかな。死体だけ並べただけで。それを毎日毎日やってたんですよ。それでそのお袋に入れてそこへ並べると、まあやっぱりそういうことを何て言うんですか、一つの仕事をしたという、ただ燃しただけじゃ なんとなく自分が仕事をしたっていうことにならないでしょ。だからそういうふうにして少しでも人の役に立った仕事ができたなと。まあごまかしですけど、そう思って掃除作業してました。